おはようございまっちょ、フォルテです。写真どうですか皆様。この服僕のアパレルです。よかったらチェックしてみてください。はい、というわけで本日は木枯らし通し練習をやっていきたいなと思います。アンプ通し練習です。この前愛の夢を収録してみたのですが、皆様どうですか。結構好評なようでありがとうございまっちょ。というわけで次収録する目標にしている木枯らしについてやっていきたいと思います。まあアンプ自体はほとんどできてます。あとはまあ詰めていくっていう作業なんですけども、まあ通しでやりながら気になるところを詰めて練習していきたいなと思います。よりいい音を届けたいと思うので譜面台も外しちゃいましょう。これで二頭筋のトレーニングができます。皆さんもやってみてください。嘘です、良い子は真似しないでね。はい、というわけで早速通していきたいなと思います。というわけで通してみました。少し惜しいところもあったのですが、まあある程度まとまってきたのではないかなと思います。
疲れました。というわけで疲れたので一回終わりたいなと思います。ということはなりません。練習しないといけないです。練習するべきポイントはやっぱ難しい部分がちょっと苦手なのかなと思います。特に右手だけで駆け降りるところではなく、左手が駆け上がってくるところが僕は苦手です。右手だけだと結構ね、左手のメロディーを歌うことはやりやすいんですけども、左手も一緒にこうで動き出すとパニックになります。これがいわゆるフォルテパニックです。パニックパニックみたいなね、症候群に陥ってしまいます。これを防ぐためにゆっくり練習が必要です。で、今日この通し練習をしたのは実は1週間ぶりぐらいかな。それまでの間ちょこちょこ細々と、例えば今日は1ページとか、今日は2ページとか、ここは今日はこのパッセージとか分けて毎日練習してました。というわけで、まあアンプ自体はやってなくても、例えばもう細かく練習してればアンプはできるということが、いわゆるこれがフォルテマジックです。早速練習していきましょう。ここは難しいんですよ。そうそう、こういうのとかね。あとはこっから、こういうね、左手が開く部分が僕は苦手です。こういうところで間違いやすいんですよ、こうやってね。こういうのをなくしたいですね。特にこの左手が聞こえるようにするために、でも右手はポシャって弾かない、フニャンフニャンとは弾かずにしっかり弾きながら、左手もしっかり聞かせる、歌わせるっていうのがこの曲の難しいところかなと思います。ほら、そう、今頑張ったら左手のメロディーが聞こえなかったよね。でもこういうのはダメなんですよ。こうやってね、右手をちっちゃくして左手が聞こえるようにするっていうのは、もう右手さよなら症候群と言われてますので、それをね、うまくハーモらせたら勝ちかなと思います。ハーモらせたらね。ここは難しいんですよ。このね、一気にまた美しいところに入ります。攻めたところから、美しいところに入るよ。Thank you.
店舗になるとところどころまだ弾けないところが出てくるので、あとはまたね詰めてもっと上手になって皆さんにね披露できたらなと、いいなと思っており、まっちょというわけでね、皆様ここまで見てくれてありがとうございます。頑張りますので、ぜひとも高評価お願いいたします。それではバイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。